では続きをやります。昨日ですね、ちょっとアップしたビデオを見てみると、昨日っていうか、撮ったのが昨日、今日の前の日っていうことですね。でも、これは前の方から1週間ぐらい経ったかもしれないんだけど、それはそれでして、ですね、とにかく最後ちょっと切れてまして、ガウス加算定理を利用して、ゼロであるはずのものを計算していくと、その正積分が出てきて、その正積分をパラベータ積分に直して微分方程式を使うと、それはちょうど定符号だっていう条件から正か負かどっちか出ないといけない。ゼロであるはずのものが正か負かどちらか出ないといけないから矛盾っていう、そのだからこれは矛盾ですね。以上で証明終わりです。今日はこれでおしまいにしますって言ったところの、その3秒ぐらいが切れてて、なんかこういいところで終わってるみたいな、ビシッと切れてて、テープが切れたんです。ちょうど55分ぐらいで切れるんですよね、これ。だからそのどうでもいいんだけど、それは見てくれてる人はどうでもいいんだけど、それ今言いました。だからこの間の最後のベンディクソンの基準はクライテリアなので、字が間違ってるわけではないです。基準ってね、スタンダードっていう意味ではこうなんですけど、これはクライテリアっていうね、英語は全然違うんですけど、なんとなく見てて、なんか漢字間違ってるんだと思った人はいるかもしれませんが、これこの本にも出てきますね、いろいろね。こっちはスタンダード。これは英和人権で違う、この字を書いたのは間違いじゃないんですけど、続きをやりましょう。で、ベン・ディクソンの基準をさらに少し、広げたデュラックの基準というのがありまして、デュラックってどうだっけ、 C か K か忘れちゃって、多少連続関数ぐらいの係数がついててもいいよっていう、周期回帰が存在しないための基準ですね。D が単列回収法。誘拐集合に含まれている中にはないとかあるとかいう、そういう話なんで、その誘拐集合をうまく取ってくると、その中にはないっていう話ですね。でもそれもっと遠くにあるかもしれないと、そういうことは何も言ってないから、あれなんですけど、で、ある D っていう XYD 上の C1 という実質関数、 C1D ですね。 C1D X と Y を検索した時の C1D 最終ですかね。サッチだったのディスト DFだいぶあるじゃないですか。だから脇出しですね。脇出し量をグリーン型の定理というか、ガウス型の定理というのは知りませんけど、二次元と三次元の時には分かれてますよね。要するに中では考えている改良域での、脇出し量を全部集めると、境界でから出入りする量に等しいよというのがガウス型の定理ですけども、だからこの形でが、これが定量と DX、
は、ゼロにならない。かつ、種が効いてるんですね。D で符号を変えない。
言いながら十分条件でして、使えなくても出来がないこともあります。だからそれはもうこの例を見てると使えなくてこれマイナスになってるからあれなんで、ここプラスにすればあそれダメじゃんって、対象にエクスプした数字だと思いますけど、だからその D をうまく取れればっていうことですよ。これは使えないんだけど、対角線ゼロゼロですからね。と、これはこれをすごくでもシンプルな例しておくと、縮約にするっていう立場で言うと。なるべくこう常識的な形の力学系に縮約できるようなうまい縮約方法を見つけると、でそこに全部近づくということが証明できれば、まあいい、それで。周期的に周期じゃない使えないけど周期界でもないではこういう形の場合これ1回のシステムだからこれを作ってしまうともう、まあ、他にないわけですよ。リプシッチですからね。壊れる時っていうのはヘルダーみたいなあれはなかなかいい。これはまあそういう D があればっていう十分条件ですが、このぐらいシンプルなやつでもいろんな判例があるので、まあいいかどうかは分かりませんが、非常にこう綺麗な基準ですよね。それはそうですよっていうことですけど、あんまりごちゃごちゃじゃないか。で、一般論をやるかどうかを考えていたんですが、どうしようかね。ヒステリシスの話はこの後ちょっとする予定ではいるんですが、さあどうしようかな。さあちょっと離散の話をすることにして、それはちょっとしておきたいなと思う気持ちがあって、あとね、中心大体の話はやっぱりしようかなと思って少し考えたんですけど、ちょっと予定なかったんだけど、口が知りましたからね、いろいろ。だからそうするとね、今東北大 の AIR にいる千葉隼人君という人が、彼は非常にいかにもっていう、なんていうのかな、天才かつ地上祭みたいな人なんですけど、彼が昔ね、スイカーからか連載してた記事があって、それが繰り込み分変換と繰り込み分方程式を具体的に手を動かして計算しながら分かるっていう、今そこになってるのかな、本になってたりするんですね。忘れちゃったよ。解くための微分方程式と力学系理論というのが現代数学者から出てて、それにうまくまとまってるんですが、もともとなんか連載記事があってですね、それ非常によくまとまってるのと、あとその、なんていうのかな、大学に入って、専門の数学の講義はですね、あんまりそういう、手をですね、そういう動かして理解するっていう、それはね、やりようなんですけど、勉強の仕様なんですけど、そういう論理の問題も手をいっぱい動かせば、おのずと分かってくる部分があるんですが、人間の脳みそってそんな論理的にできてる、その論理は論理的にできてるんだけど、それを理解する人間の、差がというか、脳みその性質って、そんな論理的じゃないところがあって、なんかわーっといっぱい書いてると、いつの間にか、分かってくるとか、そういうことはありますよね。だからやっぱりこう手をいっぱい動かすって大事なんですけど、彼はそういうのすごいよく分かってる人で、いっぱい本も書かれる、学生時代からいっぱい本書いてるんですよね。彼はすごいですね。で、その繰り込み分変換と繰り込み分方程式を
リダクションして、例えばセンターマニホールドリダあのアプロクシメーションに応用するとか、風紀理論に応用するとかいうのをずっと、有限次元で計算できるような例をいっぱい書いてくれてて、それの紹介を少ししようかなという気になってきました。あの無限次元のね、最初はね、フレッド・ホルム・サウスやって、無限次元の分岐の話をしようかと思って、それはむしろ4年生の、数学の4年生の講義に回して、もう少しその、まあ、非数理系、非数学、非数理系の人でも、あのなんとなく、そんなことができるんだなと分かってもらうためには、むしろ千葉君がまとめてくれた取り込み分変化、取り込み分方程式に縮約する、まあ、ある種の説得なんですけどね、あのそれは ある場合には中心体体のリダクションと一致したりするんですよ。あの取り込み分って割と万能なので、接合、一種の接合論なんですけど、それ の, あの分かりやすい、それはそれでね、やっぱり7、8回ないと全部話せないので、10回なのかな。いや、本気でやるとね、15回で終わらないですもちろん。ただ、その、エッセンスと簡単な例だけでも、真面目に話すと、やっぱりこの7、8回かかるので、それの中で、簡単なセンター、マニホールドリダクションと関係している部分だけとかね、話してみようかなと、ちょっと始めました。昨日去年調べ使ってた頃にはそれを全然そんなふうに思ってなかったんですけど、ちょっとまあ彼にいろいろ目をかけてるというのがあってですね、ちょっとこうせめてもの隅掘り越しに、彼の本を読むともっとよく分かるよって話を少しだけ2、3回で終わるぐらいにまとめてしまうと思ってます。その前にヒステリシスの話をしてますね。これ大丈夫ですか？中期会をしてからヒステリシスの話をする理由はちょっとあります。ヒステリシス分岐は定常界の分岐なんですけど、前提的なのは時間型図式で書くとラムダパラメーターでこんなやつですね。これはU と書いてるんだけど、もうなんかちょっと面倒くさくなってきたら、ね、X とか U とかで、ね、ちょっとその無限次元は触れるとしてもかなりちょっとだけになるので、空間変数が出てくる機会がほとんどないから、 X も U もあんまりこだわらないようにしました。この定常問題を考えました。マイナス3ルート3分の2です。計算間違ってたと思います。
それで、なんで、ラムダは分岐パラメータでしたから、これをこう、A やとこう、斜めに折り返したと書くと、こっちがラムダなんで、これが、こうだから、こんなグラフが出てくるんですね。ここがマイナス3ルート3で、こっちが3ルート3で、ここは、なんだっけ、まあ、計算してください。ちょっとパッと分からない。マイナス1。マイナス1ですね。こんな風に、分岐解がある種の分岐を起こすことが分かります。これは一種の個の配置の問題の一番簡単な。そこの時に、こうもラムダの値を動かして、この三次式が、の個の個数をラムダの値に応じて分類せよという問題を、入試問題レベルでよくで、もうちょっと複雑なやつがよく出ますよね。これはちょっと簡単すぎて教科書の例題レベルですけど、まあでもそういうのがちょっとやってみたんですよ。あんまりよくない絵が。そんな絵が上手い人じゃないんですよ、ね。公園もそんな上手いってタイプじゃないんで、絵もそんなに上手いってタイプ。ルート3分の、利用すると、ルート3分の1ですね。まあまあ、こうなってですね。で、これをですね、なんかちょっと、手順前後した気がしてきたけど、まあまあ。で、この根の配置の問題として考えたときに、根の分類をするとですね、で、そうなんですけど、
これがなんでヒステレシスっていうかっていうと、性質は使って仕事したことがあるので、これですね、黄色でいこうか。このラムダのですね、ラムダをまあこう動かしたり、こう動かしたりしてみましょう。そうすると、この辺に回がずっとありますから、まあ、この辺、例えばここからこの辺あたりからラムダの値を出発して、どんどん大きくしていくとしましょう。そうすると、そのラムダに応じて回がこの辺、この辺、この辺になるんです。まあ、これ多分安定なんだと思います。青い色とかね。で、そうするとこの辺、この辺。まあ、消えでも連続的にちょっとずつ値を小さくしながら大きくなってる、絶対値が小さくなりながら、マイナスのところに増えていくって難しいよね。なるんだけど、ここのこういった瞬間ですね、ここにをひゅって超えた瞬間、上にも行く出てくるわけです。だから、ここから2つ、急に追発生したやつの上ってる。そうすると、こっちの方から、この辺ももともと何もなかったはずですけど、でも痕跡はあるんですけどね。この辺は、こう、この値を超えた瞬間ですね。だからマイナス3ルート3分の2を超えた瞬間、ここにアンテナが出てきますので、この辺のやつは、この辺のやつは、この辺ではここまで、まあ、本当はこの辺ゆっくりになるんだから、まただんだん速くなって、これ、低速するみたいになってるんですけど、超えた瞬間、ここに収束するようになるんですね。そうすると、だからここの赤い線を分水嶺にして、こっちに行くやつと、こっちに行くやつに分かれるっていうか、こんな感じになります。で、こうなんだけど、これ、ここの値を超えた瞬間ですね、こう超えた瞬間、この、ここは追乗物してなくなるので、この辺のやつも、なくなってもね、ベクトル場としては小さくなっているはずなので、しばらくは。だからこうなってこの辺ではゆっくりになるんだけど、またこう、でもここには何もないから、こう、こっちへ。なるほどですね。そうするとですね、全体として、ゆっくりと、この辺の近傍から収束する様子みたいなのを見ながら、ラムダをちょっとずつ動かしていくとですね、収束する先っていうのはこの辺だから、十分時間が経った後の実現している定常回っていうのはずっとここの辺りにずっといるわけですけど、でこれゆっくりちょっとずつ動かしてこの辺りだけ見てると、こう過ぎてもですね、この辺にまだいるわけです。いるんだけど、この辺りにずっといるんだけど、ここを越えた瞬間ポンポンと。こうやって近づいて飛ぶと、で、さらに動かしていくと、こう、
ね、で逆に戻すと、こっちから逆に戻っていくと、今度戻っていくときはですね、ここら辺はこうなんだけど、まだここアンテナがありますから、こう、ここなぞるようにこう切って、ここで連れ消滅してしまうと、ここなくなるので、あれと思った瞬間、ここに落ちてるわけですね。で、ここに近づくと、なんで、この辺りを行ったり来たり、ラムダの値が、ラムダの値を時間変数にして、この辺を振動させるようにするとですね、まあ、これと関係、X と関係して振動させるようにすると、振動させるようにすると、X の方は、周期回路が起きます。こう、こう、その周期回路プロファイルを見てると、ここをこう行って、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 こういうプロファイルを持つような周期回路です。これを今、ヒステレシスループと言います。これ一つの周期回路が現れる。典型的な例なんですけど、トップ分岐はまた別に、まあ、トップ分岐はこういうメカニズムで現れたものとつながってても別にいいんだけど、あの、まあ、口のやつですね、文章で書くと長いので、口で、Thank you.
するような集計があるから、それはレポート問題ですからね。ちょっとだけ図だけ書いて、式と図だけ書いてます。で、そうするとですね、でこの周辺でのフローの向きっていうのをちょっと考えてみると、ヨルクライトはここの図形ではこのままとしてはここが0になるってことですから、これより y が大きくなると x が y の値が大きくなるというふうになるから、
減ろうとするんですね。で、X の6ライン、だからこっち側に来ると思うのが重要ですね。ここはこうなってて、こうで、まあ、すごく荒っぽい話ですよ。ここはこっちですね。この非常にこの線のそばだけです。そうすると、円で、青いで、この辺はこっちにする。なんで、例えばこの辺で、この辺に出るとこ、これがこっちに戻るし、この辺だとこっちに行って、これを超えると何かこう、何かこっちに行ってるから、で、これを組み合わせたら、この辺にだんだんこう寄っていって、ベクトルは連続ですからね、連続とも、これ、ものすごく何回も微分できるぐらい滑らかで、そうすると、この辺になってくるくる回り、この点を挟んでね、くるくる回りそうな感じがしますね、この辺で。例えば。そういう周期会があるなって思うと、で、さっきの基準を使うならば、なんかうまい D を持ってきて、そこで、これで計算してもいいんじゃないかと思うんですけども、0と24ですね。平行線は0です。なんで、まあ、この周りで安定性解析をやってですね、もらったり、する練習問題を出そうかな。ちょっと面白いんですが、パスカル・ベンディクソンが使えない例なんですけど、なんで使えないかをきちんとやってみてください。っていうレポートでしょうか。これレポートにしましょうか。ちょっと、実際を知りたいかな。レポートはちゃんと、だから PDF にして Moodle に貼っときます。これは6回目かな。6回目のところは見ていただきます。ラポアンカルベンディクションのなんかうまい D を作れたのかな。ドーナツじゃないね。考えてみてください。ただ、誘拐性がね、大事なんですよね。実際が作れた。今、レポートにしましょう。ヌードルに PDF ちゃんと書いたやつを貼ってるので、そこを取りにします。この回、レポートだと多いな。どうしようかな。まあ、ベン・ディクソンの音声基準。生命現象とか生命活動に関連した線形現象を扱っているんです。
プレイプレイだけプレイまつげの指だけスイカに言った方がいいのだけど、これは僕結構長い間たくさん好きなやつやってたりもするやつで線形バルしてエクストラリーがエクス、ビジツ、エクス、マイナス、ビワイで、プレプレデータ系はまたもうちょっと後でやっちゃおうかなと思ったんですけど、一応簡単な場合です。これは異種、異種ですね。この間、変異と進化でやったやつは、動詞形なんで、全く方程式と同じで、パラメーターの値が変異でちょっと変わるみたいな感じで扱ったんですけど、この場合は X とは別の種で、X は、まあ、減る。Y がいたら減るけど、Y は X がいたら増える。ね。出会い。出会うと、B の割合で減って、出会うと C の割合で増えるよと。自分自身は、ちょっとずつ減っていく。みたいになってます。増えるにしてもいいですよね。いろんなやり方がありますけど、ABCD が正と。正の方がいいです。もうちょっとまた、なんかですね。繰り込みもやるとか、だんだんやることが少なくなってくる。やる時間が少なくなってくると思いますけど、もう少しその、知らばずにあげたエッセンシャルマスマスカルバイオロジーを使った部分みたいなのをもうちょっと増やしたいなと思って、この辺はそうしようと思うんですけど。それでパラメータが。で、どう？で、BXY を XY を使いましょう。すると第一証言です。これ、だいたいプレイプレデーター系っていうのは、生命
命系とか生物系なんで、あの性 X もなくても性のところだけが意味があるから、ちょっとこれも意味があるところでは集計がない。プレプレデーター系って食うものと食われるものだから、あの食われるやつがアクティベートですね、が増えていくとインヒビターを連れてくれて、あるんでインヒビタープレデーター、プレデーターですね、プレデーターが増えすぎてると今度ガブガブ壊れるから減ってって、それぞれ周期的になるよっていうんだけど、実際この程度の式だと、周期界が第一証言の周期界がないということが証明できます。これ A と D が負の場合は今度正になると、その場合もないですね。だから同種同士はあると増えるっていうふうにしても、この点をの置き方だとダメですね。符号を変えなきゃいけないんで、第一条件符号を変えるようにすれば、あ、符号が変わったら周期解があると証明できたわけじゃないですよ。あの十分条件なんで、符号を変える場合は何も言えないわけですけど、少なくともそうなってないと、周期解がないということが証明できてしまうんですね。
高等的にもゼロでないっていう条件があるとそれでも面白いですね。証明書まで、まあ、やってみてください。さあ、休憩しようか。ちょうどいいぐらい。